どうも、まですの、はーということで、わかるかな、折り紙だよということで、ね、折り紙を折ろうかな。まあね、ちょちょいとちょちょいのちょいかな。まあ全然器用じゃないんだけど、どの色にしよう。紫使いたいなと思ったんだけど、これもしかして紫ない？紫、あー藤色がある。藤色、藤色ってどれ。藤色は紫っぽいやつでしょ。だって色選びにこんな時間かけるもん。あれ？なくない？そんなの。あ、これだ。 OK、 じゃあね、この紫というか藤色をね使って紙飛行機でもおろっかな。ちょっとこれはね、あのやり方見ながら鶏を折った残骸ですね。全然鶏にならなかったわ。そう、あのね、折り紙苦手で、やり方見ながら折っても無理なんだよね。だから今の鶏もやり方見ながらであれだから、ちょっとあまりね期待しないでほしいんだけど。あれ、紙飛行機ってどう折るんだ。紙飛行機はどう折るんだっけ。あ、わかった、こうだ。あ、ちょっと待った。そう、あのね、保育園通ってたんだけど、ちっちゃい頃本当に折り紙苦手で、折った記憶が全くないわ。いや、なんかさ、折る時間があるじゃん、なんかみんなで折りましょうみたいな。あの時もチューリップと紙飛行機しか折った記憶がないから、他のものを折ったことがないんだよね。あれ、こっからどうすんのこれ。ぽいよね、ちょっとぽいよね、ちょっとぽいけど、あ、わかった、こうだ。あれ、意外と折れてない。意外と折れてる。そう、あのちっちゃい頃はね、外遊びが大好きだったんで、もっぱら外に出て鬼ごっこがしてたタイプだったんでね、これ手先のことはあんましてこなかった。あ、できたんじゃない。折り紙完成じゃん。飛ぶかな、のはご。いや、折り紙ね、なんかさ、時々さ、鶴とか折る人いるじゃん。俺も折りたくて、ちっちゃい頃先生に何回も何回もお手本見してもらったんだけど、マジで折れなくて、本当に折れなくて泣いたね、確か鶴が折れなくて泣いたわ。可愛いな、ちっちゃい頃の俺。手裏剣も作りたかったんだけどね、結局ね、多分作れなかった。手裏剣ってなんかあれだよね、2枚使うやつだよね。絶対1枚で折るものすら無理だったから、2枚重ねてなったらするのなんてね、なおさら無理だったね。よし、飛ばしてみようかな。じゃあ飛ばします、紙飛行機。いけ、あれ、え、まだ参るだろう、お前はまだ参る。やれやれ、最高だな。